ウォレス軍はアメリカが州国カンザス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1485人であり、2000年の1749人から15.1%減少した。カンザス州内ではグリーリー軍に次いで2番目に人口の少ない軍である。軍庁所在地はシャロンスプリングス市であり、同軍で人口最大の町でもある。 ウォレス軍は1868年に創設され、米北戦争の古参兵であり、南北戦争のシャイローの戦いで犠牲になった WHL ウォレス巡将にちなんで軍名が付けられた。ウォレス軍には標高4039フィートで、カンザス州では最高地点であるサンフラワー山がある。コロラド州との宗教から一マイル足らず、内ウェスカンの町の北北西約マイルの位置に、 ある。州内最高地点産フラワー山頂カンザス州憲法が1986年に修正されて住民投票で承認されればそれぞれの軍でアルコール飲料の販売が認められることになったがウォレス軍は現在もアルコールを禁じるドライの軍である。アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は914.05平方マイルであり このうち陸地は913.99平方マイル、水域は0.05平方マイルで、水域率は0.01%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ウォレソ軍は4つの軍区に分けられている。軍内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず。 軍区の数字のすべては都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。